今週のゲストは北海道上志保路町長竹中光さんですよろしくお願いします竹中さんは1948年生まれ北海道羽幌町の出身で北海道教育大学串野校を卒業され1971年上志保路町役場に入り町教育委員会社会教育課長を経て 2001年の町長選で初当選され以来、上島ロ町のために尽力されていらっしゃいます。えー、竹中町長まず上島ロ町っていうのがですね、はい、どこなんですかね、北海道の。ええー、今朝ドラやってますよね。ああはいはい。あの舞台がトカチなんですね。ああそうですね。 で帯広市がありますが、はい、あれが、はい、あそこが中核都市になってて、うん、そこから北の方に40キロくらいいたところの純農村地帯で、はい、大体700平方キロメートルこれは東京23区とそれから青梅市ほぼ2つ合わせたところとあの面積と同じくらいになります。 でもあれですか、じゃ、じゃ、こう、帯広だと思っていいんですか、帯広とはまた違う。ええ、違いますね。違うのええ、その間に二つの町が、<ー>入ってますから。帯広はね、だ、大体みんな知ってますけど。えー、上士幌町。まずは、あの、せっかく来ていただいたんで、えー、こう自慢話してくれませんかね。えー、俺んとこは、こんなすごいぞみたいな、えー。今、あの、牧場がですね、大変な今人気だって、観光牧場にな。ってもともと、あの、育成牧場でですね。うんえー、上士幌町は、あの、広い農地があるので。 こ、えー、ここの牧場は 1, ヘクタールという規模なんですね、うん、これは東京ドームにすると350個以上の入るという規模で、はあ、そこで、えー、牛乳を作る育成牛というのを育ててるんですね、うん、それを農家さんに返すんですがそこから生まれたあの製品が今ふるさと納税だとかあるいは地域の農業産業にですね大きな寄与しているということでそこの牧場の頂上の方にレストラン 作りました。このレストランが大変なあの眺望が良くてですね。まあ、北海道を代表するような、まあ、そういうあの眺望ですね。で私ども,もそういったことから、ここの牧場のことを。丸ごと北海道内帯高原牧場と。こういうふうに愛称で呼んで、まあ、大変な今人気になっています。あの、先日僕もお邪魔させていただいたときに。はい、あの、町のスーパーで、はい、あの、ここでしか買えないに牛肉売ってたんですけど。はいはい、あれ、あれですか。乳牛。 もう食べちゃうんですか。いや、あの乳牛とまた、<う>あの。違う,と違うんです、ね。違うですね。えー、あのその小倉さんが食べられたのはですね。内泰和牛といって。英語だとかですね。<laughs> そういう極めてあの高級な和牛が出てるんですね。そ,ねああそれから酪農の方は、あの北海道で最も多く。牛乳を作っている、そういった法人もあります。 でそんなんで牛ですね畜産のその和牛の方の肉牛とそれから酪農の方の牛と合わせるとですね4万頭くらいいますおお<ー>、そ神城町の人口、えー、5000人ですから8倍がですね、うん、牛なんですねニュージーランドの羊みたいな話です、ええ、<laughs> あの 大体高原牧場って、えー、とお邪魔した時はまだ建物建ってなかったのかな、えー、前のやつしか見てないんですかね、えー、僕ねはいそうです、ね、あそこがレストランになったんですか、えー、この3日にですね、うん、6月の3日にあのグランドオープンして、うん、その眺望はととにかく素晴らしいと思い思ます、はあはい、あとあの上志幌町は大自然にあの囲まれてい,いろんなイベントがあると思うんですけど、はい、ご紹介いただけますか あのまあ広いっていう土地柄を利用してですね熱気球バルーンですねバルーンの発祥の町なんですねあそうなんですか実はあの規模としては佐賀県が有名ですけれどもそうですよね神代は今今年で45回目のバルーン大会をこの夏にやりますそんな親戚をやってるんですはい親戚ですかえそうなんですねあとそういうものとは別になんかあれあれやってるじゃないですか塾あ講演塾ですはいあの中学生や高校生ですね あのこれはこれから出てきますけれどもやっぱり子育てをしっかりしたいと教育も安心してあの子どもたちを預けれるというまちづくりを目指してです、ね、いるのでそういった中の一環として公営塾も始めてます実はあの上士幌町は大自然に囲まれて観光スポットもたくさんあるいい町なんですけど、うん、5年前まではえっ、ー、と 例の総務大臣やった増田さんが言ってたあの消滅可能性都市の一つだったんですよね。はいそうです。それをどうやって人口が増えるところまで調調持っていったんでしょうか。あの半世紀以上にわたってですね人口減少を続いてきました。はい。でそれが4年前からですね。 人口が増増がえる自然増減それから社会増減、うんまあ、両方とも合わせてですね人口が増え始める極めて異例のことなんですね。で,すねで、モヒ森から40キロ離れてるという純凰層地帯っていうのはベッドタウンでもないということもありますので、まあ、そこの戦略はですねもうかなり前から あの人口減少をどう止めるか地域の経済をどんなふうにしてあの停滞させない活性化させるかこれはもうずっとあの政策的な大きな課題として取り組んできた具体的にはどういう原因だったんでしょう増えたのは。あのですね、僕が町長になったのは2001年ですね、はいで。当時ちょうど あの合併問題がです、ねね、クローズアップされてたんで当時、ねね、全国で今3,300ほどあった、はい、あの市町村自治体なんですけれども、はい、その合併によって1,700になりましたがその時に最終的に自立するというあの結論に達しました。はい、でただ人口が減っていくという現状の中でじゃあどう新たな戦略を練るかという時にですねあの地元の農産品っていうのはそれは、ね、あのいいものだというそれぞれみんな自負があるんですね。はい、ただそれが あの原料で全部出されているということからまあ6次産業の取り組みをしようかということだとかですねえそのために製品開発でえかねてから東京ですねまあ対局とどう向き合うかっていうのが小さな町だけれどもこれを何かいい策がないのかということでそれをつなぐのにですね ICT を積極的に活用したと。 いうことですからインターネットの関係ではあのかなり前からですねあのいち早く導入をして、えー、ツイッターだとかブログだとか、まあ、行政がそういったことをやってきたとでそれで東京とのあるいは大都市圏との距離を縮めるそしていろんなあの確保品を作ってですねそれを届けるという人も物もこう行ったり来たりするような、まあ、そういうことになると多少人口が減っても違った関係での 交流人口だとかフェデですね地域もそれからまあ元気になっていくんじゃないかというような戦略だったですね。はいはい、現在あれですかその移住者の数というか、はい、人口増は数字でいうと昨年はあのトータルで30人くらいですね。でその前の年はあの70人くらい増えて。すいですから。 あの普通はもうどん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 少減っていってるわけですよ。で,すよね、で、まああの人口問題研究所のあの資産でもまもなく三千人大になるだとかね。うん、で、そのようなことから消滅可能都市ということになってきたわけですけれども、うん、それが今逆に五千、えー、人、四千七百人くらいまで押し込んだんですけども、今四千五千人のところにまあ押し付いているということです。まだまだ新しい住宅がどん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 建ってきてるんですね。 あの住宅に対しても随分手厚い保護をね、はい、数々したくあると思うんですけどちょっと教えていただけますか子どもに限って言うとです、ね、子ども1人当たり100万円助成をするということで。 うん、あのそれは家を建てるというところです、ね、<ー>住宅を建ててもらって四、はい、人この間あの去年ですけども4人家族の四人の子供のお申請がありましてから400万助成しました。お<ー>で上代地は東京都市があって土地はもうただみたいに安いわけですから、うんうん、そうすると400万という。 あのお金っていうのはまあ頭金くらいは十分なるあのお金だと思いますので僕は大体あの夫婦で500万の年収をやるとですね戸建てが建てれるとそこに生活が出てるとこれをモデルにしながら今いろんな政策を打ってます。 まああのそういう戦略を練って始まったところで、はい、まあこれタイミングよくと言っちゃ失礼なんですけど、うん、あの2012年にふるさと納税総合サイト、うん、ふるさとチョイスに参加してこれをきっかけにあれですね開始撃が始まったんですね、うん、そうですねこのふるさと納税は最初はいくらぐらいから伸びていったんですか、ね、いやほとんどなかったですねあなかったですかん最<初>一番最初は15万円だったですね。 そうなんですか年間って1人だけね上白町に行かれよう人が1人だけ十五万だったあ,あそうなんですか、ええ、それが、ええ、なんとそうなんですねええー、25年に平成25年に2億5,000万になってですね、はい、それから16年にはあの21億まで伸びてきました、はいはい、で30年度もあのおかげさまでいろんな問題あったけれども、はい、あの20億くらい全国ラーをしてもらったで何よりも大きいのは それのために12、十二三万人のですね、寄付者がいるってことなんですね。ね私はもう、この人方は応援人口って呼んでますけれどもね。その、あれですよね、上石原町はその応援人口の方々、ええ、まあ。主には、あの、東京大都会にいる人ですけど。その人たち、あれですよね、フェイスツフェイスの。 パーーティーみたいなのやってんんでですすよねやってですねあのそうなんですねもらうだけでそれが目的を達成するっていうことではなくて最終的に言えばその寄付者とどんなふうに絵をつないでいくかということが大切だということですからふるさと納税はあのいわゆるネットを通しての,あのやり取りが多いんでねそれでは生産者がどんなあの方で、えー、どのようにあの心を込めてね作ってるのかということをです、ね、知ってもらいたい町や町として町づくりをどんな人が関わっているのか。 いうことでするためにです、ね、東京の方に来て寄付者に対して感謝の気持ちを届けるということであのいろんな意味での本当に 対面でフェイス対フェイスの関係で、もっと噛みしめるを知ってもらいたいなという意味合いです。あ,あれはあの年末にやるんですかパーティーは？あのいや2月頃 2>, 2月頃、ね、あの去年は11月だったんですけどあ<ー>、あの今年度は2月に 2>、はい、あのやる予定で今準備をしています、はいはい。それであれですよね。都心のホテルで、はい、それで納、えー、納税してくれた方と生産者の方で大盤振る舞いのパーティーですよね。はい、いやまあ大盤振るいということではないですけど少なくても今自分たちの作ってる あのさまざまなお肉だとか、はい、アイスだとかジェラートですね。はい、あの少し悩むながら試食をしてもらって、はい、いろんな人があの関わって<ん>、えー、交流を深めるということですね。あの一番あれですか、その偏例品で人気があるのは何だったんですか、肉ですかね。え、あの肉ですね。肉とそれからあのジェラート、ジェラート、アイス、はあ、でこれはそこで作って、えー、そのままその原料を あの加工して商品していますから非常にあの濃密だったりという評価を得ています、はい、大量に出回ってるっていうものではありませんからまそこだけでですねはいでも一番はあれですよねその返礼品ばっか話題になりますけど、はい、上芝居町の場合はそのお金の使い道が、うん まあ一町長々はしっかりしてるなと思いましたがう,うまくアピールできてちょっっとこれをご説明自慢ででいいいすから言ってください、ええ、あの先ほど言っていましたですけども何と言ってもやっぱり人口面のどうするかとい、うん、った時にそのあのいた,だいた寄付をばらまいたのでは何にどう使われているのか、うん、ということだとか発信力も足りない、うんはい、ということとそれから地方に若者が住まない、うん。 あるいは単身赴任で来ますけれどもそれは子育て環境だとか教育環境にいろいろと不安を持ってるからだろうというふうに思ってです、ね、でそこにち徹底してやろうということでふるさと納税少子化対策・罷免金という条例を作ったんですね。なるほどこれは 非常に意味があるんですね、うん、条例までしからそれをまずやって子育てをしっかりやってよそからいろんな人方が来た上でまた次の展開を考えましょうとですからいやいや年寄りの方どうすんのとこんな話もやっぱり出てくるわけですよねでもまずはそこに集中投資をさせていただいたということで子どもの数はどん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 増えてくるしそれから今まで耐震できた人があの家族で来たりとかですね若い人の転入が非常に今多くなってるんですね。 すすごいですねあこの認定こども園っていうのがとりあえずはですねでまあ無料にするって言ってもじゃあふるさと納税いつ,いつまでやるのこんな心配もあるんでまずその基金をそのおちゃんと預金しておいてですねであの心配ないようにするとそういう意味で10年なんですねこれは引き続き続いていくというようなふうに考えてます。 ロハーストーあと僕驚いたのはあ,あの政治家で立派な人たちがずいぶんあれですよね、長々とこ視察来てますよね。ええ、お年寄になりますかね？野田大臣が来ていただいて、野田政権。ええ。あ,<ー>あのちょうど野田先生はあの子育て中なんで、あ、そうです、ねええ、非常にあの関心を持って、はい、あの子ども園なんかじっくり見ていただいたですね。はい、で子ども園なんかでもですね、ただ無料化でなくて外国人もしっかり。 あのフォローしててもらさせて英語の先生言いましたもんね。で,で幼児期からもう国際感覚もですね、うん、あの育てようということもしておりますので,でふるさと納税のお金もかなりあの都市部費の方に回してですね、うん、新しい本だとか、うん、どん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 子どもたちに触れるようにしてもらったりそれからすぐ外へ出るとあの自然体験できるように森をね作ってですね、はいえー、そこでもおシジクイズを作りながら遊んでたくましい子どもに育てようと。 いうことであの27年にオープンしたんですけれどもそれからあの去年で今年多分200人くらいになるんじゃないかと思うんですよねなるほど、まあ、私は本業、うん、本屋なんでその子どもたちの,、ええ、あの読み聞かせっていうんですかね、ええ、あの本に触れる機会を随分あの作ってますよね。ええ あの読み聞かせの会があってですねあの去年そのサークルが文部大臣賞をもらいましたああそうなんですか、ええ、30年ぐらいずっとあの読み聞かせをして、うんはい、それからあの人形劇ですね、はい、人形劇がまた素晴らしいんですよ、はい、まあそんなことで読書にも力を入れさせてもらってます、まあ、たったっ一泊なんで僕ぬ,ぬかびらお温泉に行っちゃっていあの使ってましたけどそんなことをやってる場合じゃないですね随分あったんですねえがま,すまだまだ見てない。 見てない素晴らしい問題があの温泉の,あの温泉壕のところには鉄道ファンにはあ<ー>あのたまらない魅力的なね鉄道遺産、うん、産業遺産にもなってますし、うん、海藻遺産にもなって,てですね、うん、あのコンクリートのアジキオはあの30くらい町で引き取って、えー、非常にあの今好評いて,るいてます、ねまあいろいろお話を伺ってきたんですけど、えー、ノンフィクション作家の黒井くんが。 え復活劇の奇跡をつづった本「うん、ふるさと創生北海道上士幌町の奇跡が」が、まあ、実は我が社から出させていただいてんですけど、はい、この本の中で町々が一番、まあ、言いたかったポイントは、うん、あれですかやっぱり、えー、さ最後にあの、えー、詩が出てきますけど、うん、あれが多分町々のまずはあの肝というか哲学なんだと思うんで、うん、ちょっと教えていただけますか。いやまあね僕はあのな,なんて言いましたっけあの詩人。 あのサムエル・ウルマンという方で、はい、青春っていう品なんで,す、ね、でこれはあの年を終えるっていうのは年齢のことではなくてあのいわゆる希望を持ったり挑戦するとこういうのであればですね年に関係なくいつまでも若いということですから若くても年が若くてももう何ともね死なびってなんじゃこれではあの年を終いってしまうということですからまあ生涯やっぱり現役と言いますか生涯やっぱり青春の あの、そういった、あの、生き方をしたいなっていう思いはあります、ね。なるほど。はい、そうすると、あの、上四方論に来てもらった若者がベンチャーで起業した時や、何かを。その、シルバーの世代が手伝うと。えー、それが一番理想ですね。ええー、そうですね。いろんな人が関わり合うというのは大事なんだと思いますね。今、あれですか。あの、えー、次の課題というか、えー、事業化みたいなこともいろいろあると思うんですけど。えー、なんか面白いのがあったら、教えていただきたいんですけど。まあ、今の時代にも合わせてなんですが。 まあスマートな田舎をどう作るかということなんですね。そういうことも含めてですね。<ー>でそういった意味では今のその酪農があの素晴らしくて、その。家畜の排泄物が電気になってですね。はい、で四万頭の牛から。えー、自給自足百パーセントの電気が発電に起きて、でそこで地産地消で町民に電力を。 あの販売をしているというとうころそれから太陽光だとか含めますとですねそれからあの食料自給率が2,000%ということですからす、ね、この2つを基盤にしてでこれからの IT をどう使っていくかというエネルギーと含めてですねそういう戦略を練っていきたいということで今取り組んでいます。いいですね あの町長あのこの上士幌町の町長を辞めた後はですね、うん、ぜひ僕のふるさとのケニアのマサイの里へ来ていただいて <laughs> あいつらのところにも牛が山ほどいますから牛の糞で家作ってるだけじゃないと、えー、これが資産だってのを教えてもらいたいですね <laughs> いや素晴らしいや,やっぱあれですねあのリーダーっていうのはそういう方がなってれば明るい未来が開けると、えー、今日はどうも大変楽しいお話を聞かせていただいてありがとうございます。 頑張ってください、はい、ありがとうございます。<laughs> J